This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイの高等教育問題について話し合いが行われました。スリン県の家畜輸出用の集荷施設について検討が進められています。2024年度の予算が話し合われています。それではまず、はじめのニュースです。タイの高等教育問題について話し合いが行われました。セター首相、アヌティン副首相兼内務大臣、スパマート高等教育科学研究イノベーション大臣が出席し、タイの高等教育問題について話し合いが行われました。今回の会議は、セター首相が、全国高等教育科学研究イノベーション政策会議の議長として就任して以来初めての会議となりました。首相は、タイは技術の急速な変化とともに様々な問題に直面し、国の競争力は周辺国から遅れをとっており、教育レベルの向上が急務だと訴えました。政府は高度な技術を持つ労働力の基盤となるよう、高等教育、科学、研究、イノベーションの発展を目指す方針です。労働市場のニーズに対応し、高収入、ハイテク産業の創出にも役立ち、新しい世代の職場における希望にしたいとしています。所得水準をより高いレベルに引き上げれば、国の競争力を高めると同時に、国内に流通するお金が増えることにもつながります。セター首相はこれまで様々な国を訪問し、外国人投資家と会談してきました。この中で首相は、起業家の投資判断に影響を与える重要な要因の一つに、労働者のスキルが不可欠であることが分かったと述べています。海外の起業家は高いスキルを持つ労働者を必要としているのに、タイの労働者は雇用主の期待通りに働けないものが多くいる。特に科学、技術、工学、数学に関連する分野の産業では、その傾向が顕著だと懸念を表明しました。また、US ニュースの2022年から2023年にかけての世界の大学ランキングでは、タイの大学は近隣諸国に比べ低いという結果が出ています。セター首相は、タイの大学が様々な分野で協力し、成長を加速させることを望んでいます。教育カリキュラムを刷新すること、労働市場のニーズを満たすこと、タイの大学のレベルを国際水準に引き上げることなどが、教育改革政策に盛り込まれる予定です。
一方で、教師や教育関係者も教育における知識を高める必要があります。教師は指導に重点を置き、知識や経験を効率的に伝達できるようになってほしいとしています。現在、新しい世代に収入をもたらすビジネスモデルの一つとして、スタートアップビジネスがあります。これは創造性を必要とするビジネスで、大学が学生に適切なスキルを身につけさせれば、将来タイで高い可能性を秘めたスタートアップ起業家が数多く生まれると期待されています。さらに政府はマッチングファンドなどを活用し、投資家がこれらのユニオンに会えるよう支援を進める方針です。大学側もまた、生涯学習を支援し、時代にふさわしい知識をより広く国民に提供することが求められています。セター首相は、政府が教育問題を非常に重視していることを強調したい。高等教育で重要な役割を果たしている大学が、技術、革新、労働市場のニーズの変化に合わせて適応し、発展し続けるよう、教育環境を整えていきたいと述べています。一方、科学、研究、イノベーションの分野では、電気自動車、クリーンエネルギー、再生可能エネルギーなど、政府の政策に沿った分野の研究開発を拡大する意向です。グリーンエコノミー、人工知能、コンピューター関連技術、最新の医療技術など、タイをメディカルハブにし、デジタル技術の中心へと成長させたいとしています。未来の食料研究、食料技術など、政策の中で多くの分野が注目されました。セター首相は、分配、割り振り、グループ分けを明確にし、国の政策にそぐわない研究には、国民の税金を使わない。しかし、それは研究者が新しいことを発見する機会を奪うわけではないと強調しました。首相は、研究に莫大な費用がかかるのはわかるが、目標を立ててほしい。適切な指標を持ち、方向性を明確にして、国民の税金を役立てなければならないと述べました。首相は、これまでのイノベーションは小さな問題を解決することが中心だったかもしれないが、私が注目したいのは、科学的知識の活用によって生まれるイノベーションで、世界の問題を解決することである。効果的に管理すれば、国の成長を推進するスプリングボードになる。この国の発展を誰もが望んでいるはずだ。ハイテク産業を成長させ、経済と社会を牽引できるよう、すべての人に協力してほしいと呼びかけました。次のニュースです。スリン県の家畜輸出用の集荷施設について検討が進められています。先日、スリン県でチャイヤ農業農業協同組合副大臣が議長を務め、国境における輸出用畜産の集荷場の開設について協議が行われました。サンタット、スリン県副県知事のほか、スリン県の職員、国営企業、農業協同組合所管轄の関係者らがこの会議に出席しました。チャイヤー農業副大臣は、セター首相が農業省に対し、市場のメカニズムを正常なサイクルに戻すため、違法農産物の取り締まりを強化するよう指示したことを明らかにしました。農業省では、農業開発において効率性と生産性の向上を支援するなど、農業分野での所得創出に重点を置いています。そのため、畜産開発局は農家支援を急ぐことになりました。短期、中期、長期計画の作成を含め、商業事業者、市民、農家に政府機関、民間企業、金融機関と会う機会を提供します。また、サンドボックス政策、スリンモデルを推進する方針です。検疫局のチャニー局長によりますと、スリン県の畜産は輸出の可能性が高く、特に牛は全国1位、約60万トンの飼育を誇っていますが、現在は民営化の推進や検疫基準の引き上げが不十分なため、価格は思ったほど上がっていません。そこで、畜産開発局と商務省が協力し、スリン県のサンドボックス政策、スリンモデルを導入し、検疫地域へと発展させるよう働きかけています。近代的な技術で基準を満たした屠殺場と輸出準備エリアを
ここスリン県一箇所に集約させたい考えです。スリン県畜産担当のアピシャイ氏は、スリン県は国境を越えた畜産貿易を推進し続けていると強調しました。今年2月16日から18日にかけて開催される第3回のドライブイベントは、スリンモデルサンドボックス政策を採用し実施される予定です。スリン県の国境に輸出用畜産の集荷場が開設されれば、スリン県の畜産は成功し続けると期待されています。次のニュースです。2024年度の予算が話し合われています。2024年度予算案を審議するため、第5回の会合にセター首相が出席しました。会議の冒頭、セター首相は、電子入札は政府にとって非常に重要な問題であり、政府は電子入札が透明性をもたらすと確信していると述べています。入札は大きな問題で、調達には良いガバナンスがあるとしています。また2024年度予算は予算配分が遅れているため、実際に予算を受け取り仕事を開始するにはさらに数ヶ月かかる見通しだと説明しました。予算可決の遅れが政策実施に影響しないよう、予算案が可決されれば作業は並行して行うよう提案し、政府は法律に抵触しない範囲でどこまでできるかを検討しています。セター首相は入札の透明性引き上げについて議論しました。首相は多くの事柄に重要な意味があると考えている。等級の昇格には調整が必要であることは理解しているが、予算は仕事に関する金額だけではない。登録資本金の問題も関係してくるし、訴訟の対象となるような過去の問題もある。これらは入札という観点から慎重に見なければならない重要な事柄である。社会はこの問題についてかなり多くの疑念を抱いているためだとし、会計検査院には特に大きな責務を担っていると透明性を高く持ち仕事をするよう求めました。首相は、我々政府が自己満足に陥らず提案を受け入れる準備があることを国民に理解してもらい安心してもらいたい。適切な予算配分、法律に違反するものでなければ、政府はそれを実施すると強調しました。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タイの高等教育問題について話し合いが行われました。スリン県の家畜輸出用の集荷施設について検討が進められています。2024年度の予算が話し合われています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。ラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.